先輩方、2062年未来人ラジオの時間が、最近なんか例えば未来人さんは好きな音楽とかミュージシャンとか、あとは好きな YouTuber とかいますかとか聞かれることがあるんですよ。ほんでね、考えたんだけど、なんか音楽とかはもちろんその未来のね、音楽というのも未来人だから、その未来の音楽、未来人に合った未来の音楽というのを聞くことがほとんどではあるんだけど、現代の音楽というのももちろん聞くことがあってね。でもどうかな、例えば1980年代とか90年代とか、ちょっと現代とはずれてるけど、まあそこあたりの音楽とかも聞くし、もちろんね、2010年ぐらいに書いた書き込みの宇多田ヒカルとかの音楽も聞くし、まあいろいろ聞くことは聞くかなということだね。逆にね、聞かないのは、聞かないというか、もうなんていうか、悪く言えば興味がないのは、なんかアイドルが歌う曲とかはあんまりというか、もう全然聞かないかなと。本当なんかアイドルファンがいれば本当申し訳ないけど、聞かないかな。だからまあ未来人だけど、やっぱりその1980年代、90年代、まあ2000年前半、2000年代とかいいんじゃないかなと思いますよ。いろいろあるじゃないですか、レジェンドと言われている人たちの曲というのは聞きますよね。なんか最近現代のテレビジョンで報道なんかでもよく言われるようになったシティポップというジャンルっていうのかな、まあ、あれもいいですよね。なんかね、車でよく聞きますよ。私はラジオを始めたんですけど、まあ iPod とかもう聞きますし、車の中でね、その中でもその Spotify という、まあ、なんていうの、ポッドキャストかな。それをまあ、Spotify で始めたんだけど、その Spotify でね、まあ、いろいろ音楽を流すことができてね、車の中でね、あれはえらい便利だねって思いますよ。別にその Spotify のバージョンでも何でもないんですけど、好きなアーティストを登録しておいて、それで勝手にね、流れるわけですよ。まあ、その好きなアーティストのね、あれはいいなと思いますよ。あとはね、YouTube なんですけど、まあいろいろ見ていますね。ステハゲさんとか、スーツくんとか、あとはパーカーくんとか、あとはね、ロシアに住んでる森さんっていう人がいるんですけど、その人とか、あとは魚釣りだったら、シマノの、YouTube とかも見るし、釣り岡でしょとかも見るし、あとはね、最近大谷翔平の動画をまとめている、カオルさんかな。まあ、あとはそのメジャーリーグのその公式の動画も見るし、まあ日によって全然違うものも見ますし、まあいろいろ見ていますね。あとはね、鉄橋ってわかりますかね、鉄道なんかが走る鉄橋があるんですよ。背が低い道路を通過するトラックが通過するんだけど、もうギリギリでね、屋根が吹っ飛ぶような動画をまとめている YouTube があるんですよ。要するにそのトラック運転してたら屋根の高さが分かんないで突っ込んでしまって、屋根だけポンと取れる動画があるんですよ。アメリカなんですけどね。それは見始めたら止まらなかったですね。まあいいです。今日はね、ちょっと声を大きく話せないんですよ。まあいいです。
まあだからちょっとボソボソ感はありますけど、まあ仕方、ご理解くださいませ。それでは早速いきますけど、これもね、少し前の、メールかな。ちょっと待ってください。あ、そうですね。ハンドルネーム、リヌーさん。未来人さん、どうしてもお願いがあります。生き量や想念などのネガティブなエネルギーを条例するもしくは寄せ付けない波動の動画を作っていただけないでしょうか。それか自身の波動を高めるアドバイスをください。未来人さんの動画で消化体が活性化してから生き量がずっと飛んできていて霊媒体質が辛いですということなんですけど、これはね、まあその波動の動画というのは、考えておきます。寄せ付けないような、波動というのは もちろん出すことができますのでね、考えておきますけど、考え方をちょっと変えていただきたいなと思うことがあるんですね。ちょっと見てみたんですよ、この方というのはね、実際どうなのかというのをね見てみたんだけど、まあ実際にね、その活性化されているわけですよ、霊能力というのはね、もう体質が変わってきているわけですよ。私の波動を浴びてからね、消化体が活性化されたもんですから、まあだから気配というのをよく感じるようになってると思うんですよ、少し見えたりね、気づかないだけで少し見えたりしているわけなんですけど、まあ少し見てみたんだけども、なんていうのかな、大事な人、結構ね、その周りにいる大事な、まあ、高次元のもの意識体といいますかね、まあそういった方々が、まあなんていうんですかね、親切に、まあなんていう、いろんなそのサインを出している、守ろうとしているだとか、教えようとしているだとか、まあいろいろその親身になっているわけですよ。それをまあ薄々感じるようになっているということを、なんていうか辛いと感じてしまっているということでね、まあまだ慣れてないのもありますけど、まあ実際はね、悪いことではないということをまあ理解してもらいたいなと思うわけですよ。まあもちろんね、そのいろんな、まあいわゆる霊というのを寄せ付けないような体質というのは非常に楽かもしれないんですよ。まあ煩わしさというのもありませんし、怖さもありませんしね、これを聞いてる方も最初はね、その霊の力が開花したいみたいな感じで思う人も、まあ霊の力がついたらやっぱやめとこうみたいな感じになると思うんですよ、霊能力がない人であれば、まあ、は怖そうみたいな感じで思うだろうし、そうなのみたいな感じで、やっぱいいやって思う人もいればね、まあいろいろ考える人はいるんでしょうけど、まあこうやってね、実際に消化体が私の波動でね、活性化されたけれども、まあそういった生き量というのはどんどんずっと飛んできてね、あとはまあ高次元からのサインというのも多分受け取っていると思うんですけど、まあ気づかないだけでね、まあちょっと煩わしいと思うようになっているということで、まあちょっと苦しんでらっしゃるということなんですけど、ちょっと難しいな、もう仕方がないと、思うわけですね。決して悪いことではないということは、まあ理解してもらいたいなと思うわけですね。私もね、なんかここ1年半くらい前かな、また新しい能力というのがね、開花しそうなんですよ、もちろんこういった能力というのはある人はあるだろうけど、なんかまた、開花しつつあるということ、この開花の何ていうか、この能力の意味がいまいちわからないということでね、まあ動画でも全く言ってなかったもんですから、いまだにちょっとね、意味がわからないんですよ、この能力のね、一体何の能力なのかということなんだけども、説明もちょっと難しい
ということなんだけども、例えばね、あ、やっぱ意味が分かんないわ。いや、あの、なんていうか、黒い物体が見えるんです、あの、頻繁に、うん、頻繁に見えるんです。しかも瞬間的にね、うん、形はね、もう様々ですね。1センチくらいのものもあれば、どのくらいかな、400メーターくらいのものもあったり、形も本当バラバラで、ちょっと訳が分かんないわけですよ、うん、あの、目の病気とかじゃなくてね、脳の病気とかでもなくてね、うん、明らかにこれは何かの意味があるわけなんですけど、未だにちょっと分かんないから、あの、先輩方にもね、うん、分かんないものをね、言われても困るだろうしね分かってから言おうかなと思ったんだけど、まあいいやと思って今言っていますけど、未だにわけが分かんないですね。まあおそらく高次元からの何かしらのサインだとは思うんだけども、そのサインというのが一体何なのかということがね、ちょっと分かんないねと思いますね。あの、霊能力というのは、あの、子供の頃からあるわけですよ。そして、まあ、いろんなサインというのを受け取ってね、それで実際にまあ活用してきたわけなんですけど、今回のね、まあ約1年半ぐらい前から頻繁に現れるその黒い物体というのがね、いまいちわからないということだね。知ってる人がいたらね、教えてほしいんだけど、いや、よくわかんないねと思いますね。話しかけても来ないし、まあ明らかにその高次元からの、まあ、死者、死とっていうのかもしれないけど、まあ一体それがね、何を意味しているのかというのは分かんないから、これこれですということはまあ断定はできないということ、まあ、うん、悪影響は何もないから、もうこのまま、うん、様子を見ようかなとは思っていますね、うん、まあだからこのリヌさんもね、まああまりにもひどかったらね、うん、あれですけど、今はまあうまいこと共存みたいな感じでね、うん、生活していただければなと思いますよ、うん、あ、そう、最近ね、さっきは黒い物体と言ったじゃないですか。最近はね、白い、真っ白で、だいたい直径が1センチぐらいかな、1センチぐらいの、正方形のような感じの物体が空中にずっと浮いているのを見ましたね、うん、ちょっと追いかけたんですけどね、別に追いかけたら逃げるわけでもなくてね、ずっと停止してゆっくり動いてね、で、まあ私のアジトはその観葉植物をまあいっぱい育てているわけなんだけど、その観葉植物のね、裏にパッと行った時に消えましたね、一体何なんだと思いました。で、その日の3日後ぐらいにまた出ましたね、うん、また出ました。で、今度はね、ずっと見ておこうと思ってね、もう近くで見たりね、あの、ちょっと離れてみたりね、で、やっとね、あの、触ってみようと思ってね、手をゆっくりね、近づけたらね、消えました、うん、やられました。一体何だったんだと思いましたね。で、私のあの霊能力というのはまあ子供の頃からあってね、一番まあ、あからさまに快か、あからさまに快かっていう、いうかなんていうか、もろに見えたのが、初めてもろに見えたのが、あの、夏休みの夏の登校日、の教室という、まあ、非常に恐ろしい、あの、場所ではあったんだけども、あの、掃除していて、あの、机とか椅子とかさ、あの、後ろに掃除するときやるじゃないですか。それで、あの、床にね、あの、体育座りしていたときに、一人のね、あの、女の子が、その、まあ、憑依されて、
もうバッタバタ暴れてね、あの男の声で熱い熱い言うわけですよ。小学生の低学年の女の子は大人の男の声で熱い熱い言うわけですよ。でずっとあの驚いて見てたら、その女の子から出てきたわけですよ、うん、それは多分俺しか見えなかったんだろうなと思いながらね、やけどした男性だったんだけど、別に兵隊とかではなくてね、普通の男性だったから、まあその戦争で一般市民というのはまあもちろんやられたわけですから、まあその例だということは分かりましたけど、まあそういった感じで子供の頃から霊能力というのはありますね。まあ兄弟全員あるし、まあ前も言いましたけど、その両親もあるし祖母もありましたので、まあ遺伝だなということで、今までね、まあその霊能力があって悪いことというのは一つもないもんで、まあだから今回のそのリノさんも特にね悪いことは、起きないから別に安心していいんじゃないかなと思いますね。ただそのサインだけよく考えた方がいいかな。何かサインってあるんですよ、これを聞いてる方にも、あのこればっかりあの関係あるんですけど、サインというのがあるんですよ、5次元からのサインというのは、これに気をつけろと、こういうことには気をつけろとか、ここに気づいてほしいとか、高知県からサインを送られてくるから、まあ、そういったことだけあの気をつけて、生活していただければなと、もういろんな意味があります。そこに、まあ、あの気づいて、いかにあの現代の社会で生かしていけるかどうかかなと私は考えますね。これは、まあ、霊能力があるかないかとか関係なしに、ね、まあ、ない人に対しても高次元からのサインというのは送れますのでね、まあ、いろんな形でね、そしてそのサインもね、いろんな形、例えば光、風、煙、あとは何かしらのそのものが倒れたり、壊れたりするようなサインというのを、まあ、気づくことかなと思います。その意味というのをしっかり考えて、まあ、生活に役立てていただければなということですね。そういえばあの思い出しましたよ。私はあの未来人ではあるんだけど、子供の頃にね、ある場所にある重機が置いてあったんですね。重機ってあのショベルカーみたいな重機。今考えたらまあショベルカーだったんだけど、そのショベルカーに50体ぐらいの、まあ今でいう幽霊がまとわりついていたわけですよ。ね。ほんでね、ずっとその、ちょっとした空き地に、その重機がずっとあったわけですよ。何年も放置されているわけですよ。なんかね、話によれば、動かせないらしいんですね、ちょっと近づいただけで、まあ、気分が悪くなる。なんかね、撤去しようとしたのかな。なんかそこのよく分かんないんだけど、もう結構昔の話だったし、ちょっと記憶がちょっとなんていうのぼんやりしてるんだけど、まあとにかく何年かもうちょっと分かんない。忘れたけど、もうずっとね、そのちょっとした空き地にその重機が一つだけポツンと佇んでいた光景というのを見たことがありますね。ずっとね、なんでかといったら、その50体以上だったかな、幽霊がそのまとわりついてたし、あ、これは無理だなと思いながらね、家族で通りかかったのかな、家族全員霊能力があるもんだから、ちょっとびっくりしてね、あ、なるほど、だからここ放置されてんだみたいな感じで、なんか作ろうとしてたけど、多分関係者、工事関係者が次々と多分気分悪くなったんだろうね。もう誰も近寄らなくなって、それだけにポツンと
あれだけポツンとあったということでね、うん、まあそんな非常に愉快なあの体験談もあるということ、これはマジですよ、うん、これは本当です。作る話でも何でもね、あ、後から親に聞いたのかな、その時ももちろん覚えてるんだけど、その親、その両親がね、 あれはそのもちろん動かせなかったということを、まあ、聞いたかな、うん、なんか面白かったですよ、そのエピソードというのは。もう自分たちも自分で見たしね、うん、あ、これはあのもう危険だ、あ、もう本当に危険なやつなんだと思いながらね、命を落としそうみたいな感じの雰囲気だったから、これは無理だろうと思いながらあの見た記憶がありますね、うん、他にも日本って、まあ、そんな感じの場所というのは非常に多いんじゃないかなと思うわけですね。まあそういった場所というのにはもちろん気をつけなければいけないということでね、もう今日はちょっと長くなりましたから、今日はこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。